アイテム番号 SCP-516。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-516 は標準安全車両ガレージ内に保管されます。日常的な車両整備は2週間おきに行うべきです。SCP-516 には監督下での試験状況以外では燃料ないし弾薬は供給されません。事例516、1A に従い、従軍経験のある職員は SCP-516 に割り当てられるべきではありません。説明 SCP-516 は T-55 主力戦闘戦車の標準モデルです。記録によれば、本社は19年にウクライナ、ハリコフ市の工場で製造されたことが分かっており、また、軍において正常な期間運用されました。本社はその期間に合致する証明を示しています。SCP-516 の得意な性質を示すと判明している唯一の部位は主砲、現在は 100mm D10 型戦車砲、および砲塔部であり、これらは SCP-516-1 として指定されています。しかし SCP-516-1 は SCP-516 に明白な影響を与えることなくその耐用年数内で幾度か交換されており、その得意な性質は SCP-516 固有のものであると思われます。互換性のある 100mm 砲弾が装填された時、SCP-516-1 は制限のある自主性を示します。何らかの実体が SCP-516 を損傷させようと試みたとき、脅威を無力化することが物理的に可能ならば、SCP-516 が乗員によって操作されているか否かに関わらず、SCP-516-1 はそれを探知し砲撃するでしょう。SCP-516-1 はその範囲の外側を横断する、航空機のような脅威には反応しません。この現象は、実体が SCP-516 を損傷させる合理的手段を所有する場合に生じます。一例として、SCP-516-1 は都市空間で SCP-516 への攻撃を試みる人間を砲撃しません。SCP-516-1 は手動で操作される場合でもその標的をより好みします。通常 SCP-516-1 は非生物目標、非知的生物目標、武装した人間にのみ砲手が発砲することを、許可、します。これらの状況下において、それは正常な兵装部位として発砲します。目標がこれらの条件、本質的に非武装、知的な存在であること、を満たさなければ、SCP-516-1 はジャム、弾詰まり、を起こすでしょう。メンテナンスまたは部品交換を通じてジャムを防ぐ試みは失敗しました。SCP-516 は付随的損害を回避するため、非武装の人間の負傷を防ぐために、故意に SCP-516-1 の砲撃位置に余分な距離を取るように見えます。手動操作されている際、SCP-516-1 は武装目標の除去よりも非武装生物の保護により高い優先順位を置きます。もし構成員のうち数人だけが武装している人間の集団を直接射撃するように指示されれば、それはジャムを起こすでしょう。注目すべきは SCP-516 の他のどの武装もこのような特性を示しておらず、完全に正常であることです。SCP-516 は2000年、スクラップとして解体予定であった際に官僚的な見落としによって弾薬が SCP-516-1 から抜き取られておらず、その発砲により、人の死傷者を出したことで財団の注意を引きました。その後の政府の調査が財団工作員の目に留まり、SCP-516 の強制収容を行う価値があると考えられました。付録516-1 SCP-516 が、博士の、ある形態の SCP は知覚を持つかもしれないという理論に信憑性を与えるため、事例516-1A を参照してユークリッドへの格上げが考慮されています。SCP-516 封じ込めのための追加保安処置が承認されました。事例516-1A ようやく SCP-516 の定期試験中、SCP-516-1 は弾薬を装填されると即座に射程内の非武装職員の1弾を砲撃し、2人の D クラス職員、D-505、D-596、および1人の財団幹部とエージェント、を殺害しました。続く調査で D-596、死傷者の1人、が彼の母国に対する反逆罪のために刑事裁判で有罪判決を下されて D クラスとなったことが判明しました。D-596 は以前2軍で、英国と同様の、軍曹の階級を得ていました。D-596 または他の死傷者との SCP-516 への他の可能性のある関連性はこの段階では判明していません。
SCP-516 が非武装の人員を攻撃したのはこの事例が初めてであり、詳細の調査と安全措置が行われます。SCP-516 試験記録。これは SCP-516 の試験記録です。試験はすべてサイトの射撃場で行われました。特段の記述がない限り、標準検査条件は以下の通りです。F42、100mm 榴弾を一発装填。乗員は4名、SCP-516 の操作に精通した財団職員である。SCP-516 は SCP への潜在的な損傷程度を軽減する発泡スリット付きの硬化掩蔽堀内に配置。標的は SCP-516 から 1000m の距離に配置。照準線内に使用外物放し。標的が 1000m の距離に配置された時点で弾薬を装填。試験記録516、1A、標的人型に切り抜いた段ボール。結果 SCP-516 は活動せず、SCP-516、1を手動で発射。標的を破壊。試験記録516、1B、標的 D クラス職員1名、D-1151、武装はなし、指示はなし。結果 SCP-516 は活動せず、SCP-516、1を手動で発射。SCP-516、1はジャムを起こす。試験記録516、1C、標的 D クラス職員1名、D-1470、ステーキナイフを与え、指示はなし。結果 SCP-516 は活動せず、SCP-516、1を手動で発射。SCP-516、1はジャムを起こす。試験記録516、1D、標的 D クラス人員1名、D-951、9mm 拳銃を与え、指示はなし。結果 SCP-516 は活動せず、SCP-516、1を手動で発射。標的を破壊。試験記録516、1E、標的 D クラス人員1名、D-800、9mm 拳銃を与え、SCP-516 に接近し発砲するよう指示。結果 SCP-516 は活動せず、SCP-516、1を手動で発射。標的を破壊。試験記録516、1F、標的 D クラス人員1名、D-820、剣探式対戦車兵器を与え、指示はなし。結果 SCP-516 は活動せず、SCP-516、1を手動で発射。標的を破壊。試験記録516、1g。標的 D クラス人員1名、D-185、剣探式対戦車兵器を与え、SCP-516 に接近し発砲するよう指示。結果 SCP-516、1は自主的に標的を砲撃。標的を破壊。試験記録516、1H。標的 D クラス人員1名、D-202。トロリー状に鉛で裏打ちされた箱に置いた剣探式対戦車兵器を与え、SCP-516 に接近し箱を開けて発砲するよう指示。結果 SCP-516、1は箱を開けた標的を自主的に砲撃。標的を破壊。注釈 SCP-516 は敵対的ないと及び隠された武器の両方を検知することができるように思われます。セキュリティ装置として有用です。博士。試験記録516、1I。標的互いに手錠をかけられた D クラス人員2名、D-455D、501、D-455に剣探式対戦車兵器を与え、D-455に SCP-516 に接近し発砲するよう指示。結果 SCP-516、1は自主的に D-455 の右側約50mを砲撃。散弾による 8cm の頭部損傷で D-455 を殺害。D-501 は軽傷。試験記録516、1J、標的互いに手錠をかけられた D クラス人員2名、D-101D、521。D-101に 2kg の C4 プラスチック爆弾を誤爆し、SCP-516 に接近し爆発物に点火するよう指示。D-101 が殺害された場合に爆発を誘発するため、D-101 には、デッドマン装置、を装備。結果、博士が D-101 に詳細を指示したところ、SCP-516 は、削除済み。試験記録516、1K、試験時後砲弾を SCP-157、ARC に交換。標的 D クラス人員1名、D-185、剣探式対戦車兵器を与え、SCP-516 に接近し発砲するよう指示。
結果 SCP-157 は、削除済み、に変化。それを SCP-516-1 に装填したことで、削除済み、P-185 死亡の上死傷者は、命に上る。試験 516-1K を提案した博士は叱責され転任。